野球の試合頑張ろうぜ。任せとけっていいな。僕なんか明日も塾だし、日曜まで勉強なんて陽介も大変だよな。あ、なんだありゃ。俺たちを呼んでるみたいだけど。あ、準監督だ。監督、僕たちに頼みがあるって何なんですか？勉強教えてほしいんでじゃん。誰が小学生に勉強教わるかって。僕たちじゃないとダメなんですか？いや、それなんだけど、あ、愛子先生から理想の男性像を聞き出してほしいんだ。理想の男性像？なんだそりゃ。どんな感じの男の人が好きかってことだよ。愛子先生の好きな男の人が。私もいつか来てみたいわ。愛子先生！あら、3人ともどうしたの？ああ、実はその…愛子先生！あ、うわあ、綺麗なドレスだな。愛子先生が来たら似合いそうだな。あら、そうかしら。あいつ、意外とやるな。ああ、愛子先生の理想の人ってどんな感じの人なんですか？理想の人？うん、そうね、正義を守る強い心と弱い人たちを助ける優しさを持った人ね。例えばジャーナリストなんていいわよね。ねえ先生、少年野球の監督してる浪人生なんてどう？浪人生？ピンとこないわね。どこかにきっといるはずよ、私の理想の人。ダメだこりゃ。ああ、ジャーナリストだって？うん。あ、愛子先生がそう言ったのか？そうそう、浪人生なんかもってのほかだってさ。そんなこと言ってなかったさ。やっぱり浪人じゃダメか。元気出せよ監督、世の中広いんだ。監督のことを好きになってくれる物好きだってさ、一人ぐらいきっといるよ。全然慰めになってないよ。愛子先生。こんな夜中まで探しても魔怪獣にするものが見つからないとは。何かいいものはないものか。ん？意外なところに意外なネタが。やっぱりないか。ガンバーチームの奴らをやっつけられるような魔怪獣が。わあ！私としたことが。おのれ、こいつか！この私に恥をかかせるとは。待てよ、大魔法使いの私でも油断するとこんな石ころに倒されてしまう。こいつは
ノイワコノイワコ魔界やゾイワコ、悪の心を呼び覚まし魔界の姿を作り出せ、アズラムサライヤこいつはなかなかガッツのありそうな石魔獣。石魔獣よ、お前の力を見せてみろ。ガンバーチームの連中め、この調子で石に変えてやる。一体何が起きたのだ？ここはどこだ？私は、何も思い出せない。この格好は。おお、なんだこの妙竹林なファッションは。こんなファッション嫌だ。姿が変わってしまった。なんだこの不思議な力は。あら、どうかしたんですか。ああ、すいません、私を助けてください。ゴン、運動しないとデブ犬になっちゃうからね、しっかり散歩しなよ。ブルル、トイレに行きたくなったわ。お、いいものがあるわ。ん？石魔獣。な、何よあんた。石魔獣。動けない。まったな、どうも。はあ、愛子先生。石魔獣。イジマット。ジュン監督！監督、何やってんだよ。試合が始まっちまうぜ。あれ？監督が石になっちゃってる！こら、相当ショックだったんだな、愛子先生のこと。何言ってんだよ。こんなことするのは大魔界の仕業に決まってるじゃないか。翔介、魔怪獣が出たぞ、すぐ来てくれ。魔怪獣だって？分かった、すぐ行くよ。いつも勉強中なんだから。先生、気分が悪いのでちょっと休んできます。アンビリーバーブレイブラッシング。いた、見つけたよ、魔怪獣が街で暴れてる。俺たちも行くぜ。困ったわね。そう、何も覚えていないんですか。せめて名前くらいは。名前ですか。私の名前は闇、闇の。闇のさんとおっしゃるのね。闇の、闇の、闇の。名前を思い出したら次はお住まいですわ。いえ、これ以上お邪魔しているわけにはいきません。すぐに失礼しますから。でもどこへ行かれるの。何も覚えていないんでしょ。はあ、遠慮なさらないで。それよりコーヒーのおかわりでも。愛子さん、この写真は。私ね、学校の先生をしてますの。いろんな子供がいますけど、みんないい子たちばかりですわ。私、この世の中に生まれながらの悪い人なんていないと信じていますの。ああ、それで見ず知らずの私にもこんなに優しくしてくれるんですね。美しい、まるで天使のようだ。何かおっしゃいました。いえ、別に。
なんだありゃ。石丸くん、おお、石になっちゃった。石見つけたぞ。魔界図町の人たちを元に戻すんだ。石こんなもの。すっごい、特ダネ特ダネ。あ、魔界獣が映ってるなんて嬉しい。ガバチーム、魔界獣が逃げるわ。なんだって。よし、俺たちも追うぞ。うん、あ、待ってよ。ヤミノさん、何か思い出しました？いえ、それが何も。大丈夫、何か知ってるものでも見つかればきっと思い出しますわ。いろいろとすいません、愛子さん。ねえ、キュン、やったー。寒いのにみんな元気ね。これほど気を使ってくれている愛子さんに何かお礼をしたいものだ。この枯れ草が美しい花ならば。お、また不思議な力が。この不思議な力のことを愛子さんに話すべきだろうか。もしかすると愛子さんは怖がって私のそばから去っていくかもしれない。今この人がいなくなったら私は大いに困ってしまう。ヤミノさん、え、どうかなさいました？いえ、何でもありません。そろそろ戻りましょうか。いえ、できればもうしばらくこのままで。石丸くん、石丸くん、化け物だ。石丸くん、逃がさないぞ魔界獣。二人とも早く逃げてください。君たちは？はい、僕たちは大魔界から地球を守るガンバーチームです。知らないの？ガンバーチーム。魔界獣め、覚悟しろ。石丸くん、助けて。なんだ？石丸くん、あれってもしかして石ガンバルガーだ。激流ガーにリボルガーも。石丸くん、あんやろ、変なもの作りやがって。俺たちもガンバルガーに乗り込もうぜ。おし、スクランブル。正義のジャーナリストだったのか。そうと分かればこうしてはいられない。君、私と一緒にガンバーチームの応援だ。はい。フレー、フレー、ガンバーチーム頑張れ。よ
かったですね、闇野さん。大魔界の化け物なんか正義のパワーで打ち砕け。飯島くん行くぞ。飯島くん頑張れ。偽物なんかに負けるなよ。そうよ、しっかり。おのれ化け物め、また現れたか。ガバチーム助けて。あー、チラッと。さっきの不思議な力を使えば愛子さんを助けられるかもしれない。でもそんなことをしたら愛子さんは僕を恐れて、いや嫌われてもいい。今はこの人を助けなくては。飯島ちゃん、これ以上近づくな。驚いたでしょ愛子さん、私にはこんな恐ろしい力があるんです。いいえ、たとえ不思議な力を持っていたって怖くはありません。だってあなたはいい人ですもの。私がいい人？愛子さん、やはりあなたは天使だ。負けるか。カンバーブラストフラッシュ。お、開いた。闇野さん大丈夫ですか。闇野さん、お、開いた、たった一体何がどうしたというのだ。闇野さん、しっかりしてください。ん、なんだお前は。お、あれはガンバルガーではないか。こうしてはおれん。闇野さん、私に構うな。闇野さん、どこへ。闇野さん、私は今まで何をしていたんだろうか。いや、今はガンバルガーを倒さねばならん。魔界獣よ、今こそ闇の力を解き放て。出来上がったぜ。超魔怪獣ウシガンダーよ、ガンバーチームを倒すのだ。ウシーかなー。あー、ないとっ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 と、やりやがったな。うわーかなー。一気に踏みつぶしてしまえ。ウシーさせるか。ウシーさんはどこかへ消えちゃったの。きっとどこかで取材をしているんだろうね。そういえば愛子先生、ジャーナリストが理想の人だって言ってたよな。おかしいな、元に戻ったのに全然動かねえや。決めた。俺もジャーナリストになって愛子先生のハートをつかむぞ。父さん、俺ジャーナリストになるぞ。純監督、元気になったみたいだな。
うん、よかったね。けど、もう遅いんじゃないかな。あ、どうしてだよ。だって、私が撮った写真、愛子先生が欲しいって言ってたんだもん。また会えると信じてますわ、闇野さん。記憶はなくなる。ガンバーチームには負ける。全く今日はついてなかったな。しかし、記憶をなくしていた間、なんだかとてもあったかいところにいた気がするな。ああ、わからない。ノイワコ、ノイワコ、超魔怪獣サンダークロー、次はお前だ。アズラムサライヤヒーローに大変身。